射撃来ました。紹介していただいていいですか？はい、まあ、ベネリのスーパーノバという銃でありまして、はい、これがスラック弾重心、はい、スラック用重心ですね。スラック用重心はまああの一発弾、はい、三弾銃と言いますけども、はい、三弾、つぶつぶの弾、取り打ちの弾と、はい、あと大物を撃つ一発弾、はい、2種類が大まかにありますので、はいはい、それの、一発弾、スラック弾というのを撃つ重心になります、はい、平筒で、まあ、シリンダーというやつなんですけども、はい、ライフリングも何もなくって、うん、まあ、この難しいかもしれないですね。まあ、ただのこうあの筒状になってるやつですね、はい、それです、はい、で、この銃に関しましては、重心を交換することができますので、こちらで、今日は一発弾スラッグを打ちますので、はい、スラッグ重心を取り付けますと完成ですね、はい、で今これが閉鎖になってますけども、はい、こちらのリリースレバーを解放して、はい、このポンプアクションのスライドを引き切りますと、こちらに薬室が見えます、はい、薬室に、今回使用します。これが、スラッグ弾ですけども、ライフルドスラッグと言いまして、はい、弾頭が、まん丸ではなくて、座薬型、はい、ライフルの形になってます、はい、それとライフルドスラッグはですね、中に刻みが、はい、この弾頭自体に刻みがあるんですね、はいはい、ライフリングが入っていますので、はい、この平筒の、ただの筒の中でも回転が生まれるので、はい、それでこう命中精度が上がるということです。で、ここの薬室に一発を装填して、はい、閉鎖して、はい、打てる、セーフティーを解除すれば、まあ、射撃が可能ですよ。なるほど。ということでありますと。はい。まあ、こんな感じですかね。手に入れるためには免許が必要ですね。はい、免許が必要になります。はい、銃の所持の、許可が必要になりますので。はい。はい、許可がない方は触れないと。触れないです。だから私も触れない、はい、許可がある者同士でもですね、はい、一応はあの触れないので。あ、なるほど。じゃあ、 例えば許可を持っている、漁師さん同士が、はい、ちょっと触らせてよみたいなのはできない。そうですね。あ、はい、そうなんですね。一応その、まあ、銃砲店の方とかですね、はい、またその販売の許可とか、はい、そういうふうなあの、資格、まあ、販売の資格のある人とかは、はい、まあ、お渡したりすることは可能のようです。なるほど、ね、はい、詳しいことは、はい、まあ、あのこちらまで、ちょっと説明欄にね URL があるのでね、ちょっとそちらのホームページなどをご確認して、はい、もし私も持ってみたいなって方はですね、そうですね、しかるべき許可を取ってから手に入れましょうということですね、はいはい、流れなんですけども、はい、ここはあの 50m 射座になってます、はいはい、手前が 50m ですね、はい、奥が 100m になってます、はい、まあ、あんな感じで、はい、で今この射座は 50m 射座、はい、で一番手前の5番射座になりますね、はい、そこでの射撃になります、はい、まあ、的を張るんですけども、はい、的を張るときは、はい、銃は、はい、銃下に置きます、はい、銃は必ずセーフティーをして、スライドアクションであればしっかり解放して、はい、薬室が見えるようにして、はい、銃下に置きましょう、はい、銃座に置いて自分の準備ができれば、はい、あと周りの人が撃ってないかどうかを確認をして、はい、声かけをしてから、ブザーを押して張り替えに、はい、的を張りに行きます、こちらにいますね。ブザースイッチを押す前に必ず、1、2階の射撃中の射座に声をかけてください。ここが1階で2階と、1階が、50m 射座、2階が 100m 射座になりますので、上の人は直接見えないから声をかけて、すいません、的を買いに行きます、声をかけて、はい、はーいと声を聞いた時にブザーを押します、はい、お時間を待ってる間に、はい、向こうの標的、標的まで行って、はい、自分の的を張って、はい、的を戻ってきます。射手は山を抜いて、はい、戻ってきたら、はい、銃を銃下に置いてください。ブザーをすぐ押すんではなくて、はい、他の人が大丈夫かどうか、はい、確認をして、大丈夫ですか ?OK です。じゃあ、取ります。弾を抜いて、取ります。銃、はい、これで射撃の準備が OK です。なるほどですね。はい、ありがとうございます。チャンネル登録よろしく。